ベナサルデスアミコース、どうも PJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴース、ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミゴース、まだチャンネル登録してないそこのアミゴースは今すぐチャンネル登録して、俺とアミゴース、はい、ぜひよろしくお願いいたしますということでございますね。はい、まあ今日はですね、その前に、パハロンのことを応援してくれるみんな、月次300円のメンバー募集もやってるし、スーパーサンクス機能も開放してるから、好きにスパチャ投げてええんやで、ということで、はい、やらせていただきたいと思いますけれども、今日はね、もうすごくみんなもプロレスの話とかってさ、なんかこう難しくね、考えないといけないことが多いから、今日はもう気楽に見ていってください。久しぶりにグッズ買いました久しぶりにグッズ買ったんで、そのグッズをね紹介しておこうかなと。まあ今後買おうかな、どうしようかなって思ってる人がいたらね、もし参考にしてもらえればということになっております。まあ残念ながら私ね、ちょっと懐事情がいろいろありまして、そんなにねたくさん今回はグッズ買ってないんですけど、なんかどうやらですね、8月1日から、ショップですね、ノアのショップがリニューアルするらしくて、そしたらレスリーマスと連携したらなんか割引クーポンがもらえるとか、そういうのがキャンペーンやり始めるらしくて、それ見て考えようかなと思ったんだけど、自分のオリジナルグッズの T シャツのなんかセールも入ってきて、次、まあ、ちょっと次はもうまず自分のグッズ買おうかなって思ってるところでございますが、はい。まあ、そんな中何を買ったかというとですね、T シャツが2枚と、ポーチが1枚という形になっております。はい、まあ、もうこの後ね軽くね商品紹介はしていきますけど、こちらね、まずポーチですね、ミルクドファームですか、なんだったっけ、まあよくわかんないんですけど、なんか女性に人気のブランドだそうで、でもこれなんかほら、ノア、なんていうの？ノアみたいな、これはプロレスリングノアのグッズだみたいな感じがあんまりないから、こういろいろね、使いやすいんじゃないかということで、はい、ね、ちょっと買いました。んで、T シャツなんですけど、武藤さんのね、T シャツが出てたんで、それを買いました。はい。こちら。ででんということで、ラブフォーエバーですよ。ラブフォーエバーですよ、ね、はい。こちらの T シャツ、こちらはグッズではこの黒と白ありましたね。はい、そして、本当はね新作のグッズとかを買えばいいんだろうけど、なくなる前にこれ買っとくかと、今回グッズ買うのと、ちょっと送料無料にするためにね、まあこれ言っとくかということで、こちらででん、緑色のアイアムノア T シャツです、はい、これがね意外とかっこいい白色のやつね持ってたんですけど、ちょっと僕太っちゃってサイズが合わなくなってきてだからなくなる前にちょっとアイアムノアのね、緑版を、これ XL があったんで、はい、サイズがね、これもう多分もう売り切れたら再販はないと思うんでね、はい、とりあえずこれ買っとこうということで買いました。はい、ということで、まあ、このグッズ3点をね買ったんですけど、まあ、T シャツを着てる姿とかね、そういったものを一応ね、まあ、マスクで T シャツ着て街中に出かけていくっていう人いないと思うんで、さすがにまあ、なので普通にキャップとメガネと マスクした状態ので T シャツを着て、はい、見ましたので、サイズ感とかね、見てもらったらいいのかなっていう感じですけども、まあ、以前ね、私、M サイズで、パツパツ詐欺をしてたんですよ。まあ、パツパツ詐欺は何かっていうと、まあ、ちょっと小さいサイズ目の T シャツを着ることによってこうちょっとパツパツ感が出るじゃないですか。ただなんか筋肉がある人みたいに見えるわけですよ、ね、なので、まあ、以前は M サイズでパツパツ詐欺できてたんですけど、もうちょっと太っちゃってもう M サイズが着れなくなったんですよ
なのでもうあの今後ね僕はもう反省しました。だからもう痩せるにしろね、こっからまた痩せるにしろ、またねあの太るにしろ筋トレするにしろ、まあ、とりあえず XL 買っとけば大丈夫だろうということで、もう今後はひたすらもうね痩せようが痩せまいがねひたすら XL サイズを買っていこうかなと思います。そしたらもうずっと着れるから、もう M サイズの T シャツね今ねめちゃくちゃあるんだけど、新日時代のやつからして全部着れないんだよね M サイズが。ちょっと困ったよね。まあなのでそれは置いといて。はい、まあ、あとはね、ちょっとサイズ感とか見てもらったらいいかなという感じでございますので、まああの着た感じ、あこんな感じなんだっていうのを動画で、確認していただいて、ご自身の購入の参考になればいいかなと思ってます。なので、今 T シャツは全て XL サイズということですね。 XL サイズね、はい、の T シャツ2枚とポーチの詳細情報ね、詳細情報、まあまあまあ、まあ、まあ気軽にねちょっと見てってよ、うん、であの買い物の参考にしてもらえればいいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、こんなね情報発信しているパハロのこともね応援してくれる皆様はぜひ月1300円の、メンバー募集やってますし、スーパーサンクス機能が開放されているので、はい、そちらの方で、スパチャを投げることもできます。動画単体にね。そして、概要欄見ていただくと分かるかと思いますけれども、はい、パハロンのオリジナルグッズもございます。マスク、こういうね、マスクデザインの、はい、マスクデザインのグッズありますんで、はい、まあ、いいんじゃないっていうのがあればね、早く購入していただければという感じでございますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。セニョース、アミゴース、ホーミーズ。クソ野郎ども。これからも、パハロン、俺に。ついてこい。はい、ということで早速来てみました。プロレスリングノアから発売されております武藤圭司のラブフォーエバー T シャツでございます。これを着ればあなたも気持ちはプロレスラブ武藤圭司になれるという T シャツですね。まあ意外とですね、あのしっかりとラブフォーエバーという文字の中に武藤さんがいることが確認できるんですけれども、着てみるとですね、そんなにこうなんかむちゃくちゃすげえ 目立ってこいつなんてこんな T シャツ着てるんだこいつはみたいな感じにはまあならないのかなとねいう感じだとは思いますので、まあ何て言うんですかね、普段着でも全然問題ないと思います。はい、そして、アイアムノア T シャツですね、ゴーさんのねアイアムノア T シャツ、まあこのアイアムノアゴー塩崎って書いてあるところがなんて言うんですか、エンボス加工みたいな感じになっててちょっと浮き出てるんですけど、まあ着てる分にはそんなに分かんないかなっていう感じでございますね。はい、まあプロレス知らない人からしたらアイアムノアとはみたいな、まあある種主張の激しいデザインになってますけれども、まあそもそもねあの T シャツっていうのはこうメッセージ性の高い洋服なんじゃないかなというふうにね、まあ僕は思っていますので、これで僕もアイアムノアということでございます。まああの洗濯ねまだ全然してないので、一回洗いをかけるとですね少し縮むとは思うんでいい感じで着れるかなというふうに思ってます。はい、そしてもう一度ポーチですね。まあどちらかというとこれは女性向けのグッズということになるのではないかなというふうに思っております。はい、もうちょっとした本当小物入れという感じでございますね。まあ、タグもね、まあまあおしゃれ、まあまあというか結構おしゃれな感じでございます。はい。やっぱこれね、ポーチに関しては思いっきりノアというのが表に出てこないので、はい、そのミルクフィードさんですか？調べろって話なんですけど、はい、のグッズとして使えるのかなという感じでございますね。はい、まあ女性の方だったらちょっとした化粧ポーチみたいに使うことも可能なのかなというところでございます。まあ携帯もね全然余裕で入りますんで、はい、まあ、サイズ感としてはこれぐらいの大きさですよということですね。
はい、まあ、小物入れとして使ってもいいし、学生さんだったらねペンケースとして使ってもいいのかなと思います。ぜひ皆さんお買い求めください。